はーい、皆さんこんにちは、のっぺです。信長の野望大使やってみましょう。さあ、前回はこちら、東北征伐を行いました。で、伊達家安藤家を滅ぼして、さらに津軽家を従属させたところですね。で、こちら最後に上杉征伐が残っています。さあ、豊臣家の最後の戦い頑張っていきましょう。よーし、やっていきまーす。さあ、ということでやっていきましょう。上杉との最後の戦い始めていきます。いくぞ。わしの腕前、上杉を滅ぼしたの赤子の手をひねるようなもんじゃ。軍神に戦を挑むか、さればその罰を与えてくれよ。あらら、助太刀さあ行きましょう。で、島津サンキュー、で、本田もサンキュー。いやー、味方多いな。いやー、素晴らしい。で、兵糧もめっちゃくれた、サンキューサンキュー。で、金もめっちゃあるんで、じゃあ馬もたくさん買って、で、鉄砲もたくさん買って、はい、ありがとうございます。OK。で、まだまだ金がある、素晴らしいことです。さあ、では行きましょう。まずは、じゃあ高岡城かな。はい、出陣します。さあ、ということで、ね、もう一部隊。さあ、もう無限に兵を出してやろう。ここはじゃあ魚津城。はい、で、まだまだ兵出せるぞ。松田、ね、じゃあこっち、はい、井直政、出陣する。風船をこっちの松田城、出陣する。松田城ですね。よし、向かわせて、で、こっちは2万5000か、もっと出せないかな。36,700。出陣する。行きましょう。これをこうやって、出陣する。今何部隊、4部隊出してるか。まだまだ出せる。いや、結構きつい。なので、本田、援軍ちょうだい。はい、で、これでまだまだちょうだい、全部ちょうだい。で、兵数4万6000集めたね。で、金銭2000で、はい、借ります。サンキューな。じゃあ4万、待って4万9000。はい、出陣するぞ。この4万9000どこにある。参る。春日山かー。桂は、いや、ここはじゃあ春日山。はい、出陣するぞ。よし、これで行ってみましょう。さあ、どうするどうする。はい、朝廷より使いの者が来てます。もう金の匂いに敏感なんだから。中納言か、買ってやるわ。もう忙しい時に。で、こうで、もう少し2万集めれる。はい、皆の者、この2万を、じゃあこっち桂尾に向かわせるか。はい、皆の者、さあ行ってみよう。続け。はいはいはい、我が、さあどうする剣心。はい、農兵せねん。そんなんで大丈夫なのか。で、よーと当たりそうですね。よし、で、ここで対面。まずは足軽戦使っていきましょう。みんな、さあ行くぞ。気合を入れろよ。はい、足軽青蓮丼からの、じゃあ大盤振る舞い行きましょう。乱世は、さあ行くぞ。わしの手で終わらせ、はい、大盤振る舞い丼。さあ行きましょう。で、上杉家のこの方が説得に応じる。了解。じゃあまずは調略を行っていきましょう。で、田村隆明、なかなか優秀ですね。じゃあ、はい、誘いましょう。はい、高山右近さん、お願いします。はい、こんにちは。なるほどな。あー、なんか変なとこ押しちゃった。なるほどな。なんとか成功したわ。オッケー、なるほどな。あー、いいですね。じゃあ、金でうちに来てください。よーし、オッケー、ナイス。で、もう一部隊、あーと4万出せるか。いいですね。よしよしよし。遅れる者は来る。なんだ、兵いるじゃないか。いざ、参るぞ。じゃあ、そうだな、こうちょっと戦場条件やばいな。土地養生。遅れる者は。さあ、どうする。どこを守るんだ、おら。さあ、来ました。はい、シゲナサトン、ワイラオン勝ちはいりません。まあ、最初の戦いなんでやりましょうか。はい、お願いします。はい、高岡の戦い。立花宗茂 VS 斎藤智信。で、兵数はやや私たちが上。さあ、行きましょう。コテンパンにしてやるわ。さあ、行きましょう。まずはお互いの部隊を確認。で、山本勘助だ。はいはいはい。あ、で、我らを慕う門徒たちが馳せ参じております。こう、自社戦場か。あー、兵増えた、ナイス。で、これがお互い、私たちの部隊で、これが向こうか。向こうも強いな。さあ、行きましょう。はい、海戦高岡の戦い、行きます。行きましょう。今回私は金作の沼で、向こうが金1個のみですね。
さあまずは敵の左翼の部隊、ここ徹底的に覚悟は良いか。鉄砲持ってきて、命令してくれ、はい、始めるぞ。撃て撃て撃て、鉄砲鉄砲、はい叩き飛ばせ、はい、鉄砲でバンバンバン、ご命令を覚悟しておけ。撃ったれ撃ったれ。で、おとりちゃんずまずいまずいまずい、いってあげて、まずいまずい、嫌な予感がするわ。始めるぞ。いっちゃっていっちゃって、まさか鉄砲で先に潰した。かかれ。まあでも結構耐えてるね。当てるとでも思ったか。撃って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 始めるぞ。容赦するぞ。うわぁ、早え。かかれ。助けてー、さあ上げて、行こうぜ。まずいまずいまずい。油断大敵だぜ。やばいやばい、足軽隊前へ。さすがにまずい。ダーン曲がった。なんだと。ゲチュ覚悟しろ。やるじゃねえか。命令してくれ。次にキャー逃げて、できてる。まずいまずい。足軽隊動き早っ。どこで、これ、あ、チンデイチかな。はい、ちょっと範囲がよろしくなかったわ。皆さんどうかお気をつけて。なんとか逃げて、やりたい前へ。こうかな、覚悟しろ。始めるぞ。もう殴れ殴れ。覚悟は良いか。鉄砲で殴れ。やりたい、お願いします。ご命令。鉄砲、はい、ゲチ覚悟しろ。鉄砲、ご命令を。さあどうする。ご命令を。始めるぞ。こいつも早えな。ご命令を。始めるぞ。悪いがその首もらっていくぜ。下がって、みんな力を合わせよ。あ、いや、私たちも馬なのに。始めるぞ、覚悟しろ。さすが上杉、始めるぞ。人材が豊富なんですね。はい、叩き潰せ。始めるぞ。引っかかったな。行こう。人材一に立って、君は下がりなさい。この目に刻め。 OK、 ナイス。ご命令を。攻撃いいですよ、いいですよ、始めるぞ。はい、始めるぞ。ゲッチ、ここ鉄砲。ゲッチ、さあここはパーフェクトでなければならん。行こうぜ。鉄砲、ゲッチ、叩き潰せ。やりたい。殴れ殴れ殴れ。オッケー、ナイス。鉄砲鉄砲、はい、始めるぞ。鉄砲鉄砲、はいはいはい、始めるぞ。はい、バンバンバン。タッチの目線。オッケー、ナイス。引くぞ。よし、負け戦かよ。さあどうする。命令してくれ。で、友の部どうする。浅はか、はい、行こう。どうする。友の部覚悟は良いか。やりたい。で、はい、1対1。 OK、 あとはじゃあもう分かるよ。覚悟してもらおう。あれ、容赦せん。この部隊も結構削れてるな。大丈夫か。誤ったか。 OK、 ナイス。 OK、はい、チンデイチ、遅い。容赦せんぞ。オッケー、ナイスナイスナイス。やっぱり立花宗茂強いですね。勝利の光が我が道を照らしている。オッケー。さあ、で、これで高岡城も落ちるのでは。で、この方東洋で、まあ全員初段してもいいけどな。血生臭いのは嫌いなんじゃ。さあ、で、高岡城落ちましたね。ナイス、よし、勝ち戦だ。オッケー、八度気を上げよう。この方じゃあ、逃がして、はいはい、かたじけない。じゃあ福光城向かってもらおうかな。参ります。はい、出陣します。で、あとはまあ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 、ある程度部隊は集まってますね。さあこちら、四季の里をわやらん勝ちはいきません。まあ四季しようか。こう25,800は是が非でも、全滅させましょう。はい、松代の戦い、井伊直政 VS、イカルが平継ぐかな。で、兵数は5枠ですけども、あ、向こう部隊数が少ないですね。さあ本当に楽勝なんですか。はい、まずはお互いの部隊はこんな感じ。これが私たち強で、これが向こうか。向こうもな、弱くはないんですけども、私たちが強すぎてしまう。さあ行きましょう。はい、海戦松代の戦い、さあ行きましょう。今回私はのろし金の沼奈落で、向こうがのろしっこか。何かというわけなんで、じゃあのろしっこ始めます。はい、いってらっしゃい。さあかけろ。敵の居所。で、まず1部、2部隊発見で、向こうの大将の部隊から、こっちの部隊も早めに潰したいですね。はいはい、デチでいこう。覚悟せよ。でいこう、いっか。覚悟せよ。でいこう、いっか。
みんな力を合わせよ。待て、いいな、おばさん下がれ。お前のヘースやばいわ。恐ろしい、危ない。よし、で、7キロですね。かっこいい。ご命令をかかれ。どうする？ご命令を。やりたい、前へ。で、ここだ。ゲチで、のろしついでに壊して。何かありませんか？ご命令を。で、攻撃。やっはっは、勝てるとでも思ったか。で、始めます。やりたい、前へ。いいぞ。やりたい、で、早めにのろし壊す。囲ってる。始めるぞ。まああとは任せていいか。ゲチで、こっちかも。ここ強撃されてる。下がれ。ゲチ行き過ぎじゃん。やりたい、前へ。超量の策、超量ゲチ。大丈夫？どこだ？ゲチ大丈夫かしら。はい、大丈夫、オッケー。はい、超量の策。やりたい、前へ。足軽隊、前へ。で、私は逃げて。やりたい、前へ。さあ、で、で、作詞か。やりたい、で、この舞台、じゃあやりたい、なんとかこう、じゃあ、崩しよう。わー、まず、こっち来た。やめて。やりたい、前へ。よし、OK、ナイス。ご命令。さすがにこいつ強いっすな、もう。足軽隊、前へ。こすか、はい、みんな、気をつけて。ステカマにチェスト。始めるぞ、はい、始めるぞ。一度引くぞ。OK、ナイス。で、こうしよう。はい、危ない。レコ。レコ。覚悟せよ。で、君は下がりな。始めるぞ。超量策。はい。前へ。で、叩き潰せ。さあ、逃げろ。私も逃げて。はい、はい。覚悟願おう。さあ、負けた。危な。よし。油断した。レコ。始めます。意外と危ない。で、オッケー、ナイス。ギリパーフェクト。油断も隙もあったもんじゃないわ。こうなることは分かっていた。で、これで相当上杉の兵も削ったことでしょう。さあ、松台落としてしまいましょう。よし。で、キラリラリン。はい、ハムカーの者に容赦はせぬ。じゃあ、はい、この方ね、トヨ。じゃあ行きます。いいな、マサ、こっち行くか。はい、いざ北条城、決戦の地へ。でも確かにほとんど兵削れてるわ。じゃあもう一部隊出すか。もう一思いに滅びてしまうね。滅ぼさせよう。じゃあ9800。あとに続け。息子うちの息子いたわ。さあ、うちの息子の初陣よ。あとに続け。多分初陣。はいはい。で、魚津城到着。魚津城は水攻め53日。さあ行きましょう。はい。で、ティロリロリン。はい、福光城落としました。ナイス。捕らえ受ける。で、はい、で、逃がして。で、立花宗茂はこっち。はい、富山城進みます。で、我が息子は、じゃあこっち行くか。はい、沢田進みます。はい、行ってらっしゃい。で、こだ、シギナさんともですよね。オッケー。我がよーし。我が、さあ、で、北条城も落とした。はい、勝ちの気を上げる。で、この方投与。はい。で、手を打ちます。じゃあこちら、よいた。進め。いや、上杉が弱いんじゃない。私たちが強すぎてしまうのだ。強すぎるとは罪なことね。はい、春日山到着。春日山は方位51日。はい。で、こちらは富山城は水攻め52日。はい、金はあるよ。さあ、で、ここ勝敗はいかに五分か采配次第でしょう。まあ、やってみるか。行きましょう。はい、ヨイタの戦い。井伊直政 VS 柿崎景家。ちょっと確かに兵数はどっこいどっこいだけれども、私たちだって負けてらんないわ。さあ、で、お互いの舞台はどんな感じですか。これが私たちで、井伊直政一人大丈夫か。で、向こうも、どうだろう。井伊直政次第だな。さあ、行きましょう。はい、海戦与板の戦い。いざ行きましょう。今回私は柵金で、向こうが鳥居か。井伊直政の一人がめちゃめちゃやばい。固まろう。始めるぞ。で、向こうが来るのを待つ。
さあ行きましょう。ゲチよ。いいですね。ご命令始めます。よし、で来た3、900ゲチよ。いっか、始めるぞ。ご命令ください。でこう行ってこう行って、ご命令を。で、敵の居所掴みました。向こうもなんか人塊になってんな。はい、覚悟してもらおう。さあどうするどうする。みんな進むのだ。ごめん、この一人が怖えな。始めます。敵の居所掴みました。ガシン翔太もいいけど、できれば長領の差がいいな。勝てるとでも思ったか。で、こっち覚悟してもらおう。はい、長領の策をじゃあこう、こう向いて始めるぞ。で、ここ、わーで沼だ。長領の策、はい、おい、で、まずまずまずご命令。この沼はめちゃめちゃまずいですね。こっちご命令。下がれ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 始めるぞ。下がらない。何かありませんか。で、こっちご命令を。さあ、大丈夫か。みんな進むの。回数がね、ちょっと少ないんで。やりたい、これはちょっときついかな。さあどうする。ご命令ください。ただ兵は削ってるっぽい、あくまでっぽい話。足軽隊前へ。始めるぞ。で、沼が抜けるまで待って。で、ご命令を。こっちはまあ2000人いるから多少無理してもつくも。覚悟してもらおう。きつ。ご命令。まずいな。お覚悟願おう。でこ、覚悟せよ。OK、ナイス。足軽隊前へ。頑張れ頑張れ。足軽隊前へ。キャー、狙ってきてる。今は引くぞ。助けてー。よしよしよし、行くぞ。倒し始めた。ご命令を。もう少し打ちで、こう覚悟してもらおう。超良策、はい、行きましょう。修羅となりと。で、こう敵を焼き尽くす。よし、OK、よし、行こう。丁寧に倒しておこう。よし、こう始めるぞ。オッケー、オッケー、オッケー。このままでは。どうだ、オッケー、よしよし。で、お通夜の方、はい、みんな進むのだ。で、これでオッケー。よし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 。さあどうでしょう。ご命令を。気づいてみればかなり危なげない展開になってる。オッケー、オッケー。始めるぞ。結構だな。始めます。さあここへ切り込め。こっち前へ。命は惜しまる。ここは？それが我が戦よ。好きだらけだ。はいはいはい。オッケー、ナイス。素晴らしい。いかん。危なかった。割と危なかったですね。こうなることは。この飯直政一人がやばかったわ。まあでも城落ちるんじゃないかな。さあ酔板城、どうでしょう。で逃がして、はいはい、かたじけない。さあどうだ。あ、酔板城さすがに落ちないか。強攻20、あ、攻撃41日で、モグラ攻め、お、いいんじゃない。お、こう、こう、はい、これで、はい、いいでしょう。で、で、ここが不思議な里も OK。 よーし、見事な戦だ。さあで、カツラをも落としてしまいましょう。さあ柴田城到着で、柴田、あー、内通してるやつがいる。でもなー、まあ方位かな。寝返らせる必要が、性がなくなってしまった。ここはじゃあ強行39日でモグラ攻め行きましょう。はい、これこれ掘るんじゃ。で、上杉家のこの方は説得に応じる。この方は日本松、じゃあ省略しよう。はい、お願いします。さあこんにちは、ホイダ元清です。じゃあここは、はい、サモアリナ、サモアリナ、はい、あ、サモアリナ、はい、あ、サモアリナ、素晴らしい。じゃあ金でこっちに来いや。 OK で、これでどうですかね。寝返りか。あー、ここか。もうちょっと後だな。よし、で、秋になって兵糧が入ります。兵糧は92万2000ぴったり、素晴らしい。売るほどにある。ご命令を。じゃあこの兵糧をもう全部、はい、全部じゃないけど、はい、たくさん売って、で、馬と鉄砲揃えましょうか。ありがとうございました。ではでは行ってみましょうか。もう一部隊ぐらい出しても、ああ良さそうですね。じゃあ3万、はい、いざ。で、こっちのカツラはどんな感じですか。あ、良さそうですね。じゃあ寝返りさせましょう。じゃあここね、
はい、じゃあ二本松くんお願いします。門を開けてくれ。はい、行きましょう。今より我らは豊臣にお味方いたします。この車の門は開きましたので一気に攻めようとしましょう。二本松村国が寝返った後、くっ、全軍の士気が下がってるのを何とかせねば。何とかしてみ。さあ、で、強行一日で落ちまーす。やったー、オッケー。よーし。で、あ、小島弥太郎うちに来るんかい。うん、いい心がけじゃ。はい、投与します。で、じゃあ、島左近さんはこっち、沢田行きましょうか。皆の者、せっかくのうちのせがれの初陣が台無しよ。まあいいでしょう。さあ、で、こちら、はい、土地王城持ちましたね。強き者が、今月で上杉滅亡する、その可能性ある。さあ、魚津城水攻め完了。オッケーオッケー。で、向こうの降伏を待つ。さあ、どうする。あー、で、富山城も水攻め完了。あら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 。さあ、で、じゃあこの辺で、交渉とかやってみましょうか。あーと、富山城交渉できますね。はい、お願いします。さあ、じゃあ、じゃあ君で行こう。あー、上杉景勝来た。城主投稿いけるかな。忠義硬そうだな、景勝。お願いですよね。いや、見た目通り義に熱いやつだったわ。オッケー、分かった。じゃあ次は魚津城、魚津城気を取り直して、で、これは交渉。はい、行きましょう。さあ、で、ここは六角貞頼。あー、直江兼継ぐか。こいつも義に熱そうだな。城主投稿でいかがでしょうか。あー、オッケー、ナイス。よしよしよし、この城損得の分かるやつだ。いただくとし、いいぞいいぞ。んー、じゃあ手を打とう。どうしようかな。まあ、じゃあ斎藤堂さん起乗させよう。はい。で、春日山城はどうですか。あー、交渉できる。マジか。なんと今すぐ話をしたい。あー、で、向こう謙信か。どうもこんにちは、おじいちゃんです。じゃあ全面解放。82% 外した。うわー、許さねえ。お前は処断してやるぞ。で、あとで、あー、土地王城落としたんだった。いざ、参るぞ。進め。柴田は寝返りできる。微妙だな。まあ、行きましょう行きましょう行きましょう。はい、さあ、ここで行ってみましょう。はい、五千城到着。五千は強行27日。はい。で、今のティロリンは何。ここは、沢田か。沢田33日。はい。で、表情、最後の表情か。表情、はい、表情でございます。いやー、みんなこれまでありがとうな。よう頑張ってくれた。それでは最後の表情をしよう。まあ、軍事と商業かな。はい、軍事と商業で、ピッカーンと豊臣秀吉、武田信玄からの信長。あー、いいスリートップやな。これにて表情はしまいじゃ。そうですね。まあ、なんか取るもんないな。全員の力取るか。で、もう取るもんがなさすぎて何を取っていいかわからない。じゃあ、坂もぎ。なあ、もういいや、もうこれでいいや。はい、ゲッチ。で、おそらく今月中に上杉が落ちる。なので、そうだな、やり残したとことといえば、まあ、加歩あげるか。ひらぐもないかな。松永久秀にあげたいんだけど。ランジャタイある。ランジャタイ見して。うわ、ランジャタイだ、すげえ。あとは、ひらぐもない。ひらぐも、うわ、ひらぐもねえじゃん。うわー、松永久秀にあげようと思ったのに。あー、じゃあトンボ切り、これをじゃあ本田忠勝に。あー、うちの家臣じゃねえわ、本田忠勝。もういいや、もう。もう後で、論功行賞、あと。はい、行くぞ。さあ、で、春日山城落としました。ナイス、オッケー。じゃあ、本田家の援軍騎乗、お疲れ。さあ、行きましょう。で、与板城も落ちた。ナイス、勝ちの気を。今回ね、井伊直政めっちゃ頑張ったね。いや、お疲れ様。かなりギリギリだったことでしょう。はい、じゃあ全員投与して、はい、逃がします。片付けないことです。で、井伊直政騎乗で、行ってらっしゃい。
で富山城も落ちました。打ち砕くのみ。さあさあで二階堂さん入っとうよ。で逃がす。で立花宗茂も騎乗で、こっちはあーもう二元隣こら、うん、帰りなさい。はい、いってらっしゃい。さあどうだ。三つ役中のこの方から文が届いた、うん、で柴田城も落ちました。ナイス。オッケー。何人たりとも止められる。じゃあ信長も騎乗な。もう二度と私のことを猿と呼ぶんじゃねえぞ。はい、五千城も落ちました。オッケー、ナイス。それがやばい、落城フィーバー来た。はい、各辺来てるよ。で伊達政宗騎乗、お疲れ。でおそらく沢田も落ちるでしょう。あと何日。14日。今月間に合うかな。でこの方が説得、あー応じる。はい、うわー今月落ちなかった。で当家に従属している大内家ですが、家臣として取り込んだいかが。まあいいでしょう。うん、この吉高、今後は家臣として秀吉様の天下統一のために働かせていただく存じます。うん、ちゃんと働けよ。もう芸事とかに集中してダメだからね。あ、でも大内吉高内政と外政めっちゃ高いね。はんはん。あ、で末春方ね。はい、ようこそ。さあ最後の大仕事、沢田城を落としてこの豊臣秀吉編フィニッシュでございます。いきましょう。はい、沢田城落としました。ということは1627年11月、上杉家は豊臣家によって滅ぼされました。パチパチ。さあ捕獲したのは、いや強っ、赤羽王子里も吸収してたね。そういえば、いや強えな。さすが上杉家だな。まあ序盤からだいぶ上杉家は飛ばしてましたもんね。はい、全員投与します。さあということで騎乗騎乗。はい、いやーで、せがれ、初陣はどうだった？楽しかった？さあ、というわけで、まあ、エンディングですね。いやー、さあ、ということで、私たち豊臣家に抵抗する者はいなくなりましたということで、総無事で発していきましょうか。いきましょう。当家の家は天下に届いております。武家の棟梁として総無事礼を発し、戦乱の世に幕を下ろしますか？下ろします。はい、ゲームを終了し、エンディングへ移行します。本当によろしいですか？はい。あなたに敵対する勢力はなくなりました。豊臣家のもと、天下は統一されたのです。総武事例は天下総武事例とも呼ばれる。総は総と同様の意味、すべてという意味である。無事は首都を禁じる意味、事をない状態であれ何もするなという意味にも取れる。この乱世、戦より他にすることもなし、天下総武士ともなれば何もできぬものも多かろうな。あーで副官が武田信玄だ。すげえ、それで良いのでございます。何をなすにも殿の許しを得ねばならぬ。それこそが殿が天下人たる証にございます。そうだな、この総武士令こそ我が力の証。乱世で最も大きな力を持つ者、それは戦いの勝利者に他ならぬということ。我こそが天下の主、我に背くことも我が意を得ぬ者も許さぬ。総武事例はこれに背く者が滅ぼされるという武力が示されていなければ効果を発揮することはないものである。あらゆる戦いに勝利する力を持ちながら無駄な血を流すことなく武力を抑止力として行使する支配者、それが乱世という長き戦いが生んだ近代的な時代の指導者であると言えるのではないだろうか。私もそう思います。ということで、はい、同盟統一でございます。パチパチ。ということでね、いやー軍友集結シナリオお疲れ様でした。いやー豊臣秀吉強かったな。楽勝かと思ったんですけど、本当は割とね序盤から苦戦しましたね。まあ隣にね本願寺もいるし、で足利家もいたんで、これにちょっとね苦しめられたかな。で明智家も近かったしね、なかなかね強い勢力が周りにいたんでね、思ったほど楽ではなかったですね。まあだけどね、そっからはもうこうもう効率よくね領土を拡大していって、で行ったんですけども、ちょっとね外交戦略にまあ準備がたね足りなかったのか、包囲網がね多かったですね。何回包囲網されたかな。まあ特に九州攻め時の時はねちょっとね苦しかったかな。いやいやいや、でもね本当楽しかったな。
いやーオールスター楽しいですね。今までねその群雄集結ってなかなかやってこなかったんですけども、いやーやっぱね他にもねこう上杉とかさ武田とかでやったらどうなるんだろうとかね、いやー面白かったですね。意外とねその武田家とか北条がね伸び悩んでてね、これも面白かったですね。で特に織田も徳川もそこまで伸びてなかったんで、こん中で伸びてたのといえば、あーまあ大内とか、あとはまあ朝倉だよね。意外だよねそこはね。まあ上杉は打倒っちゃ打倒だけどさ、うん、でね東北最強の南部が津軽家に滅ぼされるっていう、大番ぐぐらが大番狂わせが多かったですね。いやーお疲れ様でした。さあというわけで今回で信長の野望大使最終回でございます。皆さん長らく応援ありがとうございました。信長の野望の最新作の申請がね近いということで、まあ、ひとまずね大使は最終回とさせていただきます、まあ、もしかしたらねまたやるかもしれないしというのもね期待も含めてひとまずと言わせてください。いや本当ありがとうございました。もうねいろんな思い込み上げてくる。本当にねこのゲームはいろんなことを勉強させてもらった、うん、本当ねお世話になりました。このゲームをね初めてね私たくさんの人に見てもらえるきっかけになったし、そういう戦略シミュレーションもねやっぱ本格的にやったのがこの大使が初めてで、で信長の野望自体もねこの大使が初めてだったんで、いやーめちゃめちゃ面白いなと思ったね、うん、これを機会にね、そうそう、歴史の勉強とかも始めたりして、始めた時よりは歴史詳しくなりましたよ。まだやっぱちょっとね、漢字間違いとかさ、地名間違いとかあるけど、いやー、ほんとね、面白かったなー。ほんとね、皆さん、申請もね、もう大使と同じように頑張っていきたいと思ってますんで、これからもね、応援よろしくお願いします。いやー、ほんとありがとうございました。もうほんとにね、皆さんにはありがとうっていう、もう言葉じゃね、もう足りない。もうありがとう以上のありがとうを送りたいと思います。皆さんありがとうございました。というわけでね、今回で終わりでございます。ご視聴ありがとうございました。信長の野望新生をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。のべんでした。さようなら。ありがとうございました。皆さん、そして信長の野望大使、ありがとうございました。